WTT スターコンテンダーバンコク、7月2から7日。7月7日、女子シングルス決勝で伊藤美馬、23イコールスターツ、世界ランク10位、が橋本ほのか、26イコールミキハウス、同139位、をゲームカウント4対2で下し、優勝を果たした。伊藤は第2ゲームも前後に揺さぶりつつ大量リードするが、 橋本はバックサーブや攻撃から点を奪い、14から12と逆転で取り返す。橋本は徐々にカットの変化でも得点して第3ゲームを11対4で獲得するが、次はツッツキを多用し振り回した伊藤が11対5で奪い返す。第5ゲームは7の7から、伊藤がツッツキ合戦でチャンスを作って11対8でダッシュし、6ゲーム目も打ち急がずに、 じわじわと橋本を崩した伊藤が11、5として勝利した伊藤は2023年2月の WTT コンテンダーアンマン以来の国際大会優勝を果たした